ははいどうも皆さんこんばんこばです今日もですね仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP その他アルトコインを7銘柄とドル円の状況を見ていきたいと思います今日が2023年の3月の14日火曜日今が18時3分を回ったところです今日の仮想通貨市場は、まあ、昨日一気にです、ね、上昇した後今のところはちょっと頭打ちのような感じにはなっていますよね、まあ、それもそのはず今夜ですねアメリカの c p a が発表されるということで、まあ、そこへの様子見ムードということになっています、まあ、ただですねちょっと警戒しないといけない ポイントもあるかなと思っていてまあそのあたり OI のデータなんか見ながらですね分析していきたいと思いますそれともう一点また海外のニュースで XRP の価格予想をしているニュースがありましたかなり高い精度でこれまで当ててきている <laughs> ということもあってまあちょっと注目されているということでこれも皆さんと一緒にね見ていければなと思いますえこのチャンネルでは仮想通貨関連それから世界経済の動向をピックアップして総分析と戦略構築をやっておりますえ毎日タイムリーな情報とあとはテクニカル分析取りだ目線で今注目の銘柄をピックアップして分析したりしています。 ぜひポチッとチャンネル登録で応援いただければ嬉しいです。それでは今日の仮想通貨資料の動向から見ていきたいと思います。はい、動画に入る前に一点だけ、えー、お知らせで、DYDX が3月の25日に東京でミートアップを行うということで、えー、僕もここに登壇させていただくという予定になっています。まず、あ、参加者には抽選で DYDX のグッズがもらえたりとか、あとは僕も含めた、まあ、インフルエンサーとですね、軽い懇親会みたいなこともできるというスケジュールになっております。で一応今回40名限定での招待なんですけど、僕の分がですね、まだ あの余っていいいまますすののののでもし興味のある方方以下 Google からです、ねえー、入力いただければと思いますじゃあ今日の仮想通貨資料なんですけど、ビットコインが324万ということで、えーまあ、一気に上昇してきたということですね。イーサーに関しても22万2000円ということで、さらにまあ、促進してきております、えー。今日のアルトコインに関しては、まあ、軒並み上行ったり下行ったり、あまり方向感は出ていないということで、ビットコインもこれ9%になってますけど、まあ、参集する起点がね、えー、ちょっと異なるということで、こういう風な表示になっているのかなと思います。今のところ頭打ちという状況になっています。 じゃあ株式市場どうなのかということなんですが日経平均はまた今日も大きく落ちました2%のダウンということで27,222円で終えたということですねこれに関してはやっぱりアメリカの銀行のですね経営破綻を発端としたリスクオフが続き全面安の展開になったということですねはい今日のアジアマーケットほとんど下落していますでその中で欧州市場今オープンしてますがまあちょっと鈍い動きですよねまあ様子見ムードという感じかなと思っていますはいその中でビックス指数に関しては7%上がって26%ということ ことでまたね恐怖のま水準となる30っていうところにですねかなり近づいてきましたまあだいたいこの恐怖指数がですね30を超えるときってビットコインも一緒に下がるんですけど今のビットコインはちょっと、えー、異常な動きというかね、えー、大きく上に上がっているという動向ですまあ、ただね短期的にちょっと気をつけないといけないポイントもあるかなというところでそれに関してはこの後見ていきたいと思いますはいそんな中今日ですね非常に重要な経済指標発表がありまして21時半からですねアメリカの消費者物価指数 CPI が発表されますまあ、パウエルさんは。 雇用統計と CPI 注目しますよって言っていました。雇用統計は良し悪しの状況でなかなかあの、報告感出なかったということで、えー、この CPI に全てがかかっているみたいなことを言っている専門家の方もいます。えー、FOMC は来週ですね、3月22日に開催されるということで、まあ、そこの検討材料としても最重要として注目されるこの CPI、大きな値動きになる可能性もありますので、しっかりここは警戒しておきたいところかなと思っています。グロウェズの方に関してはまたディスコードライブやっていきたいと思っています。まあ、今回の FOMC 関しては利上げすると0.5%の利上げするんじゃないかという予想が大半を占めていたわけなんですが、直近に来てもう利上げすらもしないんじゃないかっていう予想もちらほら出てきている状況になっています。まあ、この利上げによって銀行関係はですね大きなダメージを受けていて今の状況にまで落ち込んでいると、えー、経営破綻も連鎖するかもしれないっていう状況の中でここで利上げできるのかどうなのか、えー、本当にこれはですねパウエルさんのまあ、これまでの高橋姿勢がどれぐらい本気なのかそのあたりが試される。 状況になるんじゃないかなと思いますまあ、今の状況だと0.5%の利上げっていうのは可能性かなり低くなっているんじゃないかなと思いますまあ、そんな中で FRB の交換だったりとか FOMC のメンバーがですねまた直近で発言をしてくる可能性もありますのでそのあたりもまた最新のことがあれば取り上げていきたいと思いますはいじゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですがまずはコインポストのニュースでビットコインが大幅続伸で24500ドルを回復したということですねまあ、今回大きく上昇した背景としては昨日の動画でお伝えして 言っいた通りなんですがアメリカの銀行関係、えー、預金に関しては政府や FRB が補填すると保証するっていうことを言って、えー、上昇したっていうこととあとは CZ さんですねバイナンスの CEO が、えー、リカバリーファンドのですね BUSD を使ってビットコインやイーサ BNB を、えー、まあ、支えていくと要は買っていくということですねまあ、こういったあの動きもあってですね大きく上昇したということが言われていますはいそれとさっきも言いましたけれども今回の FOMC での利上げ予想ですねゴールドマンサックスなどは今回 の利上げはですねしなないいんじゃないか例えで野村証券の子会社はさらに組み込んで0.25%の利下げ及び量的引き締めの終了を予想していると、まあ、そういったところまでですね予想されているということでちょっとポジティブに動くんじゃないかっていう予想も出始めているという段階ですまあ、そういったこともビットコイン上昇の背景になったりとかあとはアメリカの金融機関の混乱によってビットコインに一旦資産を置いておこうみたいなところで、えー、資金が入ってきたんじゃないかっていう感覚 考えていいるる方もですねいるようですすねねようただ、その中で、仮想通貨の関連商品に関しては、ネガティブな動きが報じられておりまして、仮想通貨投資商品ですね、過去最大の資金流出が起きたということで、シリコンバレー銀行の破綻の影響でということが今日報じられています。コインシェアズのデータによると、仮想通貨投資商品は先週ですね、2億5500万ドルの資金流出を記録ということで、5週連続の減少だそうですね。7日間では過去最大の減少幅を記録したということで、この10%の 下落によって2023年の全ての利益を後退させたと要はもう含み益がなくなっちゃいましたよということですね。なのでまあ大口になればなるほど、特に機関投資家だったりすると今の相場にガンガンこう張っていくっていうことはですね、なかなかしづらい状況であることは間違いないんじゃないかなと思います。まあ、そんな中で、えー、クジラが買いまくると、えー、イーサに関しては9%上昇っていうニュースが入っていまして、イーサリアムのクジラに関してはどんどん成長してきているということが言われています。なのでやっぱりクリプト市場のまあ、いわゆる大口を保有している方々に関しては。 ですね、えー、結構強気に今攻めていいるということが示されていますこの辺り、まあ、大合いも見ながらね、えー、ちょっと後で見ていきたいと思うんですが、1000から1万のイーサリアムを持つ、えー、この特定のクジラがですね、40万の巨大なトークンをバックに追加したと、まあ、購入したということが言われています。この総額は6億ドルというふうに推定されていて、イーサリアムの価格の高騰に貢献したということが言われています。まあ、おそらくこれは、機関投資家っていうものではなくて、えー、富裕層のの個個人人いいいうふうににここに、ね、書いてありますけどもそういった個人のクリプト いいいいいわるる投資家はかなり強気に攻めているってててっううこととがが今現れれ言ま,まあそんな中で今のこの大きな上昇は偽物じゃないかと要は騙しじゃないかっていうことも指摘している方も結構多くいらっしゃるようでシグネチャーバンクの閉鎖はアメリカの規制当局がデジタル通貨エコシステムを取り締まろうとする意図的なものでありシルバーゲートがまあ破綻してしまって、えー、残った唯一の暗号に特化した銀行であったとなのでシグネチャーバンクは意図的に閉鎖させられたんじゃないかっていう、まあ、ちょっと都市伝説的なこ と言ってる方たちもいるぐらい結構否定的な意見もあるということが言われていますまあ、その一方でこの否定的な意見が大半を占めるということはショートポジションに入るわけですよねそれが次の上昇の燃料になるとまあそういった人たちが焼かれて、えー、一気に上がるっていう可能性ももちろんあるのでまあ今見方が本当に難しいと、えー、そういう状況となっていますまあ、そんな中で僕の意見はですねこの後述べていきたいと思いますはいで最後に XRP のですねまあ、予測これはもう、えー、橋休めに見ていきたいと思うんですが過去の精度が90%を超える 暗号コミュニティが2023年3月31日の XRP の価格を予想しましたというニュースですね。一応もう結論からいくと価格は0.41ドルに上がるんじゃないかということで、まあ、13%ぐらい今からですね上昇するんじゃないかっていう予測になっているようですね。AI で予測されたものって結構低く見積もられているそうなんですが、えー、何してこの暗号コミュニティの予測は過去91.73%の正確性を誇っているらしいですね。はいなので、まあ、これが当たるかどうかっていうところなんですが海外の記事見ていくとこの暗号コミュニティの方 特に XRP のまあコミュニティの方々って3月中にリップルのまの判決が出るんじゃないかっていう風に期待している人が結構多いらしいですね多分それの影響もあってちょっと強含んだ予想になっているんじゃないかなと思ったりもしますちなみにリップル裁判をずっとウォッチしてきているまあジェレミー・ホーガン弁護士っていう方がいるんですけどリップル裁判の裁判官はもうこれどっちに結論が出るかっていうのはう心の中では決まっているということを、ね、今日発言したりしていましたねののの別の、ね、証券法違反のまあ判 例とかで読み上げている文章を聞く限りおそらくこれリップルは勝つんじゃないかみたいなことを今日言ってたりしましたけれども、まあ、それは本当に個人のね予想なのでまた新たなね動向があれば取り上げていきたいと思いますじゃあ最後に OI と板の状況ですね、えー、今のところですね OI に関してはまあ、直近のこの上昇によって増加してきてるんですねでバイセルボリュームは買いが多いということで、えー、確かにショートスクイーズは起きていますこれ見るとショートの生産ですねビットコインのショートの生産は結構大きなものがですね出ていて、まあ、ここ この1月の20日ぐらいのですね、ショートの生産量になっているわけですね。ただ、ここ注目したいのは、やっぱりここのショートの生産で上がったここの上昇幅と、今回同じぐらいのショートの生産で上昇したこの幅ですね。これがやっぱり違うんですよね。ということは、純粋にショートが焼かれて一気に上昇したっていうところだけではなく、さらにですね、買いを仕込んでいる人たちもいるということが予想できるんじゃないかなっていうことですね。今確かに4時間足レベルではビットコイン高止まりしている状況なんですが、 OI はどんどんんん増えているんで,す、ね、で、すねでバイセルボリュームは買いが多いっていうことからするとやっぱりこの状況でもまだここから行くんだっていうことでロングを仕込んでいるトレーダーっていうのは結構いるっていうことが予想できるわけですねとなると一旦ですね今日 CPI とかでネガティブなファンダが出れば一気に価格を戻す可能性もまだね、えー、残っているということでここはちょっと警戒したいところかなというふうには思っていますもちろん逆に言うとこのまま2万5000ドルを超えるようなことになればさらに買いが集まってきて一気に抜けていく可能性 可能性があるということで、まあ、やっぱりこの25,000ドルを買いしたののの中でで経済指標発表ですねこの辺り短期的にはものすごく注目が集まってくるんじゃないかなと思いますじゃあ最後に板の状況ですけれども今買い板が結構厚くなってきましたね下に関しては2万3000ドルまで厚くなっています、えー、売り板に関しては2万40002万5000ドルぐらいですかねはいあのこれもテクニカル的に意識されるポイントまで、えー、売り板が厚くなっているということでここの工房は本当に難しいということで大きなボラティリティになる可能性もありますのでしっかり警戒が必要 かなとと思思いいいいいままますすこういっったた外部環境を踏まえてて今日のそば分析入きはい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコイン24,300ドル付近ということで、えー、一時ですね、24,800まで上昇したんですが、一旦抵抗されたという状況となっています。もちろん25,000ドルに関しては、ここでも4日、5日ぐらいですかね、何回チャレンジしてもダメだったっていうラインでしたし、前回のここの8月の高値ですね、去年の8月にもこれを超えようとしてダメだったっていう実績があるわけですね。で、大きなこういう いうボックスをイメージしていただくと今ですね移動平均線は完全に下向きから上向きに変わっていますなのでボックスを抜ける時っていうのはやっぱり移動平均線が上向きに変わってかつある程度密集している中でそこを踏み台にして抜けていくっていう動きが結構多いわけですねしたがって今抜けていく可能性ももちろんあるんですが短期的にはちょっと調整されてもおかしくないと今のところは思っていますでまあシナリオとしてはもう2つですよねもう25,000万ドルを超えて超えた場合はですね一気に取り残さ された,たくない強風害も含めてですね、一気に上昇して2 8000ドルを試すぐらいの急騰になる可能性ももちろんあります。たださっきの OI のデータも見る限りは一旦ですね、まあ、ロング勢の生産によって若干下げてでこの辺りですよね、2 3000ドルから2万2600付近ですよね。この辺りの水平線まで落ちてきて、えー、その後どうなるかっていう動きになるんじゃないかなと思ったりはしています。はい、これ4時間足で見ていくとやっぱり移動平均線的には、えー、まあ、ちょっと乖離しているっていうところもあってですね、一旦 ここうう下がががっっっってきてててててきののりでサポーートトされて上いいいいくっていうのが一番綺麗ななななチャートになるんじゃないかなと思っていま,すまあそこも含めて2万3000ドル付近さっき買い板が厚くなっていたポイントですがまあそこまで下落した時にロングを仕込むっていう戦略はまあ,あのいい戦略になってくるんじゃないかなと思ったりはしています以前の下げ前水準ですねここから暴騰して一旦戻ってくるとなれば一旦ロング税はですね生産されるとそこでポジションがリセットされてまあ新たな買いも入りやすいしショート税はこの辺りで利確されやすいっていうことを考えると短期的にはまあ ちょっっとと下げててもおかかしくないかなと思っていい思るんですが大きイーサに関してはですねこの1680ですねこれを抜けるかどうか非常に注目されていて今のところは若干抵抗されたということになっていますがこちらも最終的にはやっぱり抜けていく可能性は非常に高いチャート形状にはなっているんじゃないかなと思います、まあ、さっきも言った通り短期的にはねちょっと売られる可能性あるかなと思うんですが、えー、イーサに関してはここの1520も含めその上のですね1580付近ですかね、えーこの 以前前のまあ下げ前水準ですねこの辺りもかなりこう強く意識されてくることが予想されますえ直近では安値を切り上げているということでこういった大きな三角持ち合いからちょっと変化したこういう三角持ち合いに移行していく可能性も出てきていますこうなると収束ポイントは4月の後半ぐらいということになるんですがまあちょっと今のこの移動平均線の密集それから下からのこう押し上げの位置関係とか見ると本当にこれいつ抜けてもおかしくない状況ではあるのかなと思ったりしますまあちなみに1687 抜けると2000ドルまで一気に駆け上がる可能性を僕は考えていますなので引き続きこの辺りの攻防がですね注目されてくるんじゃないかなと思います XRP に関しては本当に無風ですね、えー、もう市場の動向関係なしっていう感じで、えー、我が道を行くみたいな感じで動いてますけれどもまあ、短期的にはこの移動平均線の重さが意識されているのはおそらく間違いないかなっていうことで高値がどんどん切り下がっているという状況となっています、えー、なのでまあこの辺りですね直近ではこの35セント付近というのはかなり下ヒゲもバンバン出て、えー 守っってきたラインなんですが今ちょっとこれをでですすすねねももうう回試しにに行こことする動きにもなっていますよ、ね、でこの35セントっていうのは過去この安値を切り上げてきたラインが引かれているポイントなのでこれを抜けてしまうと一気に売られる可能性がある例えば33セントもしくは30セント付近まで下げる可能性も出てくるということになりますまあ、今のところだと30セントはちょっとまた次の展開かなと思っていてこの33セント付近っていうのは下が,下がってきた時にですね一旦買われるポイントになるかなと思うのでまあ個人的にはこの辺 辺まで下がってくればですね、また少し買いまそうかなっていう戦略で今のところ見ています。で、g x クはもうほぼ動きなしですね、上も下も、この間でまああの限定されているということになっています。まあこれもファンダ待ちという感じで、今のところはですね、大きな悲観にはつながっていないという状況かなと思います。で、BNB に関しては直近大きく上昇しました。これによって移動平均線、冷やしレベルで一応全部抜けて戻してきているということなんですが、まあこれに関してもちょっと三角持ち合い的なあの形がですね、意識されてくるのかなと思います。まあ、こんな感じで で、高値と安値切り上げ、切り下げしておりますので、まあ、収束ポイント4月に入ってからなんですが、この移動平均線密集が今後ですね、上にこう行く中で、今の BNB 支えられるんであれば、やっぱり290、まあ、300ドルぐらいですかね、今が304ドルなので、ここの水準を守って、この高値切り下げを上抜けするんであれば、最終的に330まで行って、えー、ここまで行くと大きなアセンディングトライアングルの形になるので、急騰していくっていう可能性、こういったシナリオが今のところですね、考えやすいかなと思っています。 えー、DAYDX に関しては1.8ドルで急反発して戻ってきているとただ2.5ドルのところももちろん重たいですよということで今のところちょっと頭打ちなんですよね、えー、ここのラインって僕めちゃくちゃ強いと思っていますなので、えーまあ、一旦調整される可能性というのは十分考えておかないといけないかなというふうに思っていますで調整された後に、まあ、どこで下げ止まるかですよね、まあ、ここまでの急反発のテクニカルを見るとやっぱり、まあ、下がったとしてもですねこの辺り、ね、2ドル付近でもう一回、えー、引き返してきて最終的 にこれを抜けるととかか、まあ、そういうういいいいい風風ななな可能性がです、ね、今、えー、高いんじゃないかなといううに思ったりはしていますでライトコインに関しては、まあ、急反発してまたこれも戻ってきていると、まあ、ライトコインに関してはこの移動平均線がです、ね、完全にこうもしになって動いてくるということになりますので、えーまあ、この辺りの高値ですよね、えー、80ドル付近これが一旦のまの、あ、抵抗ラインになるかなと移動平均線も含めてです、ね、そういう風に思っていますただライトコインに関してもここの底堅さっていうのは相当意識されていると思うんですよねなのででここ後は、まあ、そこまで 積極的に買い売りっていう展開というよりはこの移動平均線の密集の中でしばらくは揉み合って再度100ドルを試しに行くまあそんな展開を今のところ予想していますアスターに関してはまあもう同じですねはい一気に上昇して戻ってきて移動平均線の密集の中でまあ揉まれようとしているという状況ですこれも一気に保護感出す可能性っていうのはちょっと今考えにくいかなということでまあただそこに関しても結構硬いのでとりあえず目先に関してはこの6セント付近をですね守ってよこよこ捨てていく その中で移動平均線密集からブレイクする際に大きな値動きにつながるというふうに見ておりますエンジンコインももうほぼ同じですねエンジンコインに関してはただここの水平線40セントのところを守るかどうかっておそらくめちゃくちゃ注目されてくると思います今40セント付近なのでここで守れるかどうかっていうことですね、まあ、直近ではこの安値の切り上げで高値のこういう切り下げということで、まあ、三角持ち合いを形成しようとしていると、まあ、そんな中でこの40セントをもう一回下抜けるっていうふうになればここのラインもですね割ってくる可能性ありますのでちょっと悲観 につながってくるるととといいうことになるかなか思います、まあ、今のところ僕の予想としてはこういう動きで目先は動くんじゃないかなと思ったりはしています IOSD は直近ですね結構今日に関しては上昇してきているということで、えー、ここのライン抜けるかどうかですよねこれが1セントから1.1セント付近の、まあ、重要な抵抗体になってくるわけですねこれを抜ければ全ての移動平均線をもまたですね抜くことができるということで、まあ、基本的なテクニカルの動きとしてはやっぱりこの辺りで抵抗されて、えー、次の展開で抜けるかどうかっていう感じかなと 思うんですが、まあ、この勢いのまんまですね、1.1セントを抜ければ、また上のこの辺りがですね、えー、1.5セント、1.6セントが目指せるような環境になってくる可能性がありますし、そこまで行くと上昇反転の期待感っていうのがですね、さらに増してくると思います。まあ、なので、直近はこの青のラインをですね抜けるかどうかっていうところ、えー、テクニカル的には調整されてもおかしくないかなと思うんですが、ここをしっかりですね、注目していく必要があるかなというふうに思っております。最後にドル円なんですが、まあ、ここで一気にですね、抵抗されて、昨日に関しては132.6円ぐらいまで、えー、と円高が進 進みました、ね、で、今日のところはちょっと反発して、えー、134円まで、えー、上昇しているということなんですが、まあ、これもやっぱり移動平均線の密集の中でしばらく揉み合うんじゃないかなと思います。かなり値幅は大きいんですけどね。はい、で、上に関しては今のところ134.1なんですけど、少し上にですね、134.5付近に、まあ、明確なこう水平ラインがです、ね、引けるポイントがあるんですよね。なので、このラインをまた抜けるんであれば、引き続き円安が進んで137円までもう一回試すとかね、えー、そういう可能性が も出てくるのかなと思うんですがこれあくまでテクニカル的な話であってやっぱり銀行がこれだけですね、えー、やばい状況になっているという中でドルをガンガン買っていく動きにはな,、まあ、なかなか繋がりにくいっていうことからしたらん、戻ったところ売られてまあ、131円のこの水平線ぐらいまで下がるというまあシナリオがですね今のところ考えやすいかなというふうには思っていますはいということで今日もですね7通貨と為替の状況を見ていったんですがもう今ですね非常に難しすぎる相場になっていますまあ、ただその中で c CPI がもしいい結果が出ればですね利上げ懸念というのも後退すると思いますで銀行関係はきっちり救済していくっていう姿勢を明らかにしていますバイデンさんも言っていますよねまあ、そういったところからすると若干リスクオンというかね上向きなのかなと思ったりはしていますがそのあたりはま CPI も踏まえて、えー、明日の動画でしっかり解説していきたいと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました